前から考えてたんですけど、忙しくてなかなか言い出す機会がなかったんです。だからもしよかったらそれを。うん、なに？遠慮しなくていいよ、言ってみて。先輩たちと、その、旅行に行きたいんです。旅行？はい、セブンカラーズが卒業前にみんなで温泉に行ったって聞いて、俺たちも全員で卒業旅行に行けたらいいなって。なるほど、卒業旅行か。確かにデビューが決まってそれどころじゃなかったね。わかった、今から行くよ。え？今から？だってアランがこう言ってるんだから。気持ちはわかるけど落ち着いて、しずくん、さすがに今すぐは無理だよ。スケジュールキツキツだもんね。マー君にも連絡して調整してもらおう。調整できるでしょうか？一泊二日ならなんとかなるんじゃないかな。きっとマー君がなんとかしてくれるよ。大事な大事なランちゃんのお願いなんだからね。すみません、わがまま言って。何言ってるの、謝るようなことじゃないでしょ。こういうわがままなら大歓迎だよ。夢の続きの終わりの口づけ次第、瞳を閉じたら愛の合図、心のドレスを脱がせてあげる、真実の声を聞かせて。恥ずかしがらないで飛び込んでおいで。